皆さんこんばんは、ルミです。じゃあ今日は昨日の二の腕に引き続きどこをやるかっていうと、ウエストですね。今度ウエストとか背中とかを細くするヨガをします。でついでに肩こりにも効くのでちょっとやってみてください。ではまず最初に呼吸を整えます。鼻から吸って口から吐きます。鼻から吸って口から吐きます。ではじゃあまず左手からいきましょうか。左手を前に出していきます。ゆっくりゆっくり上げていきます。でそのまま真上にいきます。で一息息を吐きます。余分なところに力入っていないか確認したら、今上に上げている腕の中指をもうちょっと上にキュッと伸ばして、そのまま反対側に倒します。でちょっときついかなっていうところで一回止めてください。で呼吸します。呼吸していく、そのたびに余分な力を抜くようになるともうちょっとだけ曲がるようになります。ここでまた呼吸します。あんまり無理しないでくださいね。もうちょっとどん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 倒れるようになるんですけど、そろそろですね。じゃあまずゆっくりゆっくり戻していきます。で真上に行ったら天井に中指がつくように呼吸してますよ。でゆっくり下ろします。で呼吸整えます。もうねこの時点で肩軽いんですよ。でねちょっとウエスト細くなったかも。じゃあ反対側参ります。ゆっくり前にそのまま上に上げます。呼吸は整えます。肩に力入っていないかな。じゃあ中指を天井に近づけてぐーっと上に、そして倒します。呼吸続けます。ちょっとあー気持ちいいなっていうところで一回止めます。で呼吸を続けながらいらないところの力を抜いていきます。慣れてきた方は目つぶってもいいですよ。ゆっくり呼吸します。で緩んでくるともうちょっとまた倒れます。大丈夫かな、ちょっと行き過ぎたなと思ったら戻してもいいですよ。はい、余分なところも力抜いたらゆっくり腕を上げていって天井につくようにゆっくり呼吸続けて下ろしてきます。で最後胸の前で合掌します。はい、どうですか。やっぱ肩もね周りもなるしウエストも細くなるし、結構これおすすめですね。お家できっと皆さんスマホとか見たりとか、まあ、なんか肩こるようなことが運動不足になると増えてきますのでおすすめです。やってみてくださいね。じゃそろそろ結構腸もみみたいっていう方が多いので微腸のヨガをやろうかなと思ってます。じゃあまた配信しますのでぜひご覧になってください。じゃあ皆さん元気でお過ごしください。またねー。今日もありがとうございます。